疲れ様です。ロールだ。はい、心さん巨人巨人賞今分かった、分かりました。はい、心さん、久保田、来年かお前わしがかけた本に対してお前文句やらもいいだからね、お前な、弟子やったらな、パンパンやぞということで上手ですね。お笑い師匠モノマネは得意よ。あ、そうなんですか。うん、うん、得意。や、あ、当てて、誰か。はい、来てみて変わって富士通のお店、坂田敏夫。あー、そうだ、はい。あとな、ね、阪神君が大きい人もったからよけどお前見たらお前大きい魚ちゃうねん、阪神君が小さいねん。これよく始発野郎やってたものまね、始発だから始発野郎のものまね、始発野郎のものまねええねん、ものまねとか心さんやな、うん、ちょっといよいよ完成したやん。はい、これしっかり見せなかったでしょ。はい、そうですね、ちゃんと、うん、ちゃんと聞いてないです。そうやろ、ちゃんと聞いてないよ、はい、ちゃんと聞かしてない人だから。はい、うん、これもあの俺のオリジナルソロ版、はい、メーカーもソロ版っていうギターです。うん、まあ見てもたら分かる通りここにソロ版入ってて、はい、うん、このソロ版サウンドもちゃんと聞いてないよね、はい、要はね。ちょっと聞かそう思って、それを、はい、うん、もう気持ちいいな、弾いてても。ここゴリゴリしてな、あのマッサージ効果があるというかさ、あの弾いてるうちにこっちだけぐんぐんこうマッサージされるから、こっち太ってるのこっち痩せてんのよ。そうですか。そう、ソロ版のマッサージ効果で、うん、そんなに。だからこの、ま、ソロ版のこの粒をあのなんかこういうゲルマニウム石とかにしたらもっとこうここだけ汗かいたら痩せたりするんやろうな、きっとな。うん、だからいい効果あるよ、すごくいいと思う。うん、よかったです。うん、いいですか、聞かせてもらっても。じゃあしかも、はい、ブートレックさんにあのあ、こさえていただいたエフェクターね、はい、うん、これちょっとこれもうこれがいいね、これ、これ通常もね、はい、うん、マーシャルちゃんから出てるから、はい、これふむふむ、いいだろう、はい、でこれはソロの時俺踏むやつ。これが、これリバーブやねんけど、これがソロ版の時に使うと、なってます。なってるやろ。なってます。これを駆使して、はい、ちょっとあの俺バンドやってるからセセラギーズって、あ、はい、そのバンドをちょっと一回演奏するわ。あ、はい、いかにソロ版上手に入ってるか、はい、よし、じゃあやろうか、はい。何？何ですか？何？その時計何ですか？あ、これ？これいただいてん。あ、もらったんですね。そう、あの時計好きの人がいて、それがオリジナル作って、あ、はい、まあ販売してある時計、はい、G だっていう、かっこよくない？ちょっとあのロレックスのサブマリーナの青みたいね。でもちょっとなんかこうちょっと違うね、やっぱりこのね、うん、いいやろ。はい、めっちゃかっこいいっす。うん。よし。どういう PR ですか。これな、うん、あ、これでもいけるか。はい、な、おっしゃおっしゃおっしゃ、ギターでないか、ギターでない、
どう入ったよ。いや、金も、いや、申し訳ないが、マジでそろばんつけんでよかった。マジしもた。クソの役にも立ったんやんけ、そろばん。やってもだな、お前。お前、これのおかげで何もかかったもんじゃない。聞こえてた、チャカチャカって。聞こえました。ほんまけ、はい、しもた。ただ、そうですね。何の音だろうってなるから。いや、ちょっとこれはちょっとシビアやな。そうですね。しもた、次ベース作るやん。あ、はい。あれで、あれでお箸箱つけようもてんのよ。はい。それもちょっとやめようかな。意味ないやろ、お箸箱にピックアップ作るんで意味わからんやろ。まあちょっと要検討やわ、はい、うん、まあでも一生懸命頑張った、はい、ここに寄れ、これに寄れ。はい、ご苦労さん。